どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶でございます。巷ではインフルエンザが流行ってますね。僕もちょっと先日なってしまったので、どうかどうか皆さん気をつけていただいて、うがい、手洗いして、マスクして、ストレートティー飲んで、なんかできうる限りの予防をして、ぜひインフルエンザにならないように気をつけてください。というわけで、今回のトークテーマは夢です。それではラジオの方やっていきましょう。あなたの夢は何ですか？さあ、今回のトークテーマは夢ということで、夢をテーマに話していきたいと思います。夢といえば、先日ようやくララランドという映画を見たんですね。ララランドって恋をテーマにした映画なんですが、僕はその中からなんか夢がテーマなんじゃないかなって、夢もテーマなんじゃないかなって思いました。まあいろいろわけはあるんですが、まあぜひちょっと見ていただいて、そこは見ていただいて、まあどう皆さんが感じ取るか皆さん次第ですが、僕はそこから夢がテーマなのかなって思いました。その主人公だったり、そこに出てくる登場人物が自分の夢を追いかけて頑張っていくみたいな、そんな姿が描かれてましたね。で、皆さんの夢は何ですか？っていう質問を投げかけておきましょう。夢ってとっても大事なものだと思うんですよ。まあ絶対なきゃいけないとか、そういうことではないと思うんですけど、あった方が日々頑張れる、頑張るための材料になるのかなって思います。よく、なんか目標を立てましょうみたいなことを、学校とか、なんかいろんなところで目標を立てましょうみたいなことを言われると思うんですけど、新年とか、この新年始まってすぐに新年、1年の目標を立てましょうとかあると思うんですけど、それも自分の夢があれば、その夢に向かって今年はどんなことやろうとか、私はこういうことしたいから、こういう、ここが、ここまでが目標かな、今年の目標かなとか、まあ今日の目標かなとか、いろんな区切りがあると思うんですが、まあその夢に向かって少しずつ、こう計画を立ててね、やってアプローチしていけるわけですが、夢がないって人も多分いるんですよ。夢を見つけたいけど見つけられないみたいな人もいると思うんですが、夢ってそんなに大きいものじゃなくていいと私は思ってます。僕は思ってます。なんか、パン屋さんになりたいと。ちょっと大きい夢じゃないですか、やっぱり。別にパン屋さんで働くこと自体はもしかしたらそんなに大きくないかもしれないけど、パン屋さんでこう自分のお店を持つとかね、そういったことを考えたりすると、まあお金の面とかもいるし、お金も必要だし、場所もお金で解決できるか。自分の宣伝能力とかね、そういったのも鍛えなきゃいけないしとか、いろんな難しいことがあったりするんですけど、そんな大きいことじゃなくて別にいいと思ってるんですよね。そうだな、こう毎日じゃないな、〇〇が食べたいとか、こういうレストランに行きたいとか、ちょっとおしゃれなレストランに行きたいとか、それも十分夢であっていいと思うんですよ。その小さな夢の積み重ねが、このなんて言うんでしょうね、大きな夢につながってくるのかもしれないし、まあ全然つながらないこともあるかと思うんですけど、まあ自分のやりたいことが、何々がしたいの、その何々っていうのが自分の夢なんじゃねえかなって。もし夢が見つからない人はそう思っていいのかなって思います。僕なんか毎日ゲームがしたいとか思ってて、ゲームが夢って言うとちょっとあれですけど、まあそのゲームで活躍したいとか、ゲームで一番取りたいとか、そういったのが夢になるんじゃないかな。それは大きい夢かもしれないけどね。そういう一番とかそういうのをつけちゃうと。でも、なんだろう、楽しくゲームをするのが夢ですとかだと、そんなに、まだ近い。いろんな楽しいの形はあれど、まだ、こう、一番とかそういった、なんて言うでしょうね、極端な例にはならない。いい。まだ、叶えやすい夢なんじゃねえかなって思います。夢について考えてると、自分が何をしたいか、結局考えることになるので、自分がこれからどうやっていこうとか、
僕だと一応ゲーム実況をメインに考えて、活動してるので、どうすればみんな喜んでくれるかな、みたいな。どうすれば楽しいかな、みたいな。今完全に僕が楽しいって思ってることをひたすらにやってるだけで、それでもちろん、僕は楽しんでるところを見るのが楽しいって、思ってくれる視聴者さんもいて、それももちろん大事なんですけど、こういろんな人にどうしたら楽しんでもらえるかなっていうのをちょっと考えながら、みんなに楽しんでもらえるという夢をちょっと叶えるために頑張っていきたいと思ってますね。で、夢の力ってすごい強いんですよ。別に僕は今夢を叶えたわけではない。成功者の体験、成功談みたいな体験談ではないんですけど、夢の力ってとっても強くて、毎日、まあもちろんこう、もうちょっと嫌だって思う時もあると思うんですけど、毎日向き合うことになるわけじゃないですか、その夢に向かって。忙しいとか、そういった時もあるけど、こう、空いた時間でパッて、ああ、何々したいんだな、みたいな、何々したいな、みたいな、ちょっと調べてみようとか、なんだろうね。そういった感じで、ちょっと練習してみようとか、まあ、勉強してみようとか、いろいろあると思うんですけど、そこに向かって、毎日積み重ねていくことができるってすごいと思うんですよね。だって毎日仮に5分、何かをする。まあ、勉強でも筋トレでも、何でもいいですよ。5分したとして、毎日だよ、毎日。毎日かける365日って、え、現在1500分とかでしょ ?1500 分ってことは、まあ、かなり端折りましたが、1500分ってことは、10時間でしょ ?30 時間もいかないけど、20何時間とかでしょ。たった毎日5分やるだけで、1年を通して丸1日以上、こう、それに対してずっとやってたみたいな、時間になるわけですよ。まあ、たった5分でなんで、これが10分とかね、増えていけばもちろんその、数もどんどん増えていく。何日分とか。下手したら人によっては何ヶ月分になるかもしれないけど。それぐらい大きな努力になっていて。で、今のは1年の例だったんですけど。それがね、こう、なんて言うんでしょう。あと、仮に20歳とかで、目覚めたとして、夢に目覚めたとして、それが、こう、10年とか、いうスパンでやっていくと、もうすごいですよ。かなりの努力をそこに使ってる。で、こう、なんて言うでしょうね。止まってるものを動かすのは結構なエネルギーがいるのと同じように、急に、今日俺一夜漬けで勉強頑張るぜみたいな、すげえ大変じゃないですか。でも、一日5分頑張るぞっていうのを毎日繰り返していくと、最初はもちろん大変だと思うんですよ。毎日、ああ、今日もやらなきゃなって思う時もあると思うんですけど、ちょっとずつ、それが習慣化していく。もうそれが当たり前になっていく。感じになると思うんですね。なっていくんですね。なんかむしろそれをしないと落ち着かないぐらいまで行けばもうこっちのもんですよ。もう夢まで一直線みたいな感じですよね。そうなんで夢を持つとちょっと人生が楽しくなるかもしれないですねっていうそういうお話です。でちょっと夢にまつわる小ネタ的なのを話すと、まあ、ちょっと。僕が最初トークテーマで話した夢とは違うんですけど、まあ、夢ってこう、見る夢と、両方見るな。起きてる時に見る夢と、寝てる時に見る夢ってあるじゃないですか。さっきまでは起きてる時に見る夢のことを話したんですけど、今度は寝る時に見る夢。まあ、寝る時の話をしようか。なんかよく、寝る時に、ちっちゃい頃とか言われなかったですかね。羊を数えなさいみたいな。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹みたいな。昨日の夜それやってみたんですけど、ちょっとあることを思い出して、日本じゃ意味ないんですよね。それじゃ寝れないみたいな。まあ、せいぜい考えられるのは、なんか、その羊が何匹って考えることに飽きて寝てしまうみたいな感じで寝れるくらいだと思うんですけど。これが、日本だから良くなくて、英語圏だと、ちょっと英語で何て言うかわかんないですけど、羊ってシープって言うじゃないですか。で、英語で眠るってスリープなんですよ。そこの、なんて言うんでしょう、言葉のあやみたいな感じので、英語圏の方々は、その羊を数えるみたいな話を、僕はどっかで聞いたことがあります。まあ、諸説あるかもしれないですけどね。でもすごい今日本で定着してて、まあ、それはそれまた可愛いのでいいと思うんですけどね。昨日、Google ホーム、
Google アシスタントがいるんですけど、よくOK Google とかやってるやつですね。あ、なんでもないです。反応しちゃった。反応しちゃった。それをやるとこう、いろんなお願いを聞いてくれるんですよ。そこで羊を数えていって、昨日寝る前に行ったんですよ。そしたら、羊が1匹、羊が2匹、数え出して、僕はやめてっていうまで、ずっとやってて、まあ、ちょっと早めにやめてって言ったんですけど、羊が30何匹とか、羊が40何匹とかまで話し始めて、ちょっとこれ無限に行くなとか思ったんで、もしかしたら100で止まるかもしれないけど、いやそんな聞いてても全然寝れそうにもなかったので、やめてって言ったんですけどね。そんな感じで、Google ちゃんと夢のお話でした。さて、今日は夢について話していきましたが、いかがでしたでしょうか。実は今回がちょっと人生初めての、私の人生初のラジオなんですよね。普段ゲーム実況しているんですけど、そっちではある程度こうカットとかでなんとかごまかしたりするんですけど、ラジオだとねなかなかできないので、いや本当にラジオのパーソナリティの人たち本当にすごいなって、周りの実況者さんでもラジオやってる方いらっしゃるんですけど、もうスラスラ喋ってて本当にすごいなって身をもって実感しましたね。本当にすごい。いやー、拙い部分しかなかったんですが、これを機に、私の動画を見ていただけると幸いでございます。もし好評だったりしたらまた次を作ってもいいかなとか思ってるんですけど、まあその時のネタとか、まあ感想とか、まあ全然今回夢について話したので、その自分の夢の決意表明とかを、コメントとかでしていただいても、もちろん構いませんので、よかったら気軽にコメントくださいませ。まあ皆さんの夢書きましょう。書いて、まあ叶ったら叶いましたみたいな感じでいいんじゃないですかね。すごい。そうすると、ワイワイ盛り上がれておめでとうとか言えて、すごいいいと思うので、まあ僕は常時監視してるので、よかったら、コメントしていってください。というわけで、お相手は茶番部の抹茶でした。ありがとうございました。バイバーイ。